エセル・バリモアは、米国の舞台女優、映画女優。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。本名エセルメイ・プライス。父は、イングランド人俳優モーリス・バリモア。母は、米国の女優ジョージ・アナドリュー。1894年から、舞台女優として活躍、サイレント映画にも出演した。兄、ライオネル・バリモア、弟・ジョン・バリモアも、俳優で、あとに3人は、 バリモア一家と呼ばれる名優たちになった。1932年、ラスプ・ウーチンザ・エンプレスでは3人が初共演した。ジョン・バリモアの死後、ライオネルとエッセルは1953年のブロードウェイへの道で共演するが、偶然にもライオネルの遺作になった。映画、舞台、そして TV でも活躍した。1951年、アカデミー賞授与式で、 ジュディ・ホリデーが欠席したため、彼女の代理として、オスカー像を受け取った。重要な役回りを演ずる作品では、彼女がしばしば病気がちの女性を演ずるか、時にはベッドの上で死んでしまう配役が多かった。エセルと兄ライオネルは、最初にオスカーを獲得した兄弟である。1944年、ノンバット・ザロンリーハートに出演して、 アカデミー助演女優賞を受けてから、主な活動の場は映画に移り、品の余郎夫人を演じ続けた。1959年79歳で死去。ありがとうございます。